太平寺は、相模国鎌倉郡西三門村に存在した臨済宗の甘寺。鎌倉二五三の筆頭として高い自覚を有したが、五百五十六年に発生した里見義弘による鎌倉攻撃の影響を受けて、廃寺となった。海山は、相模の豪族の娘で、千葉市に嫁いだ後出家した妙法寺で、二百八十二年から二百八十四年頃に、 第九少年を同志として仏殿の供養がされた。また、移説として、海産を池禅にの命とする説もある。新編相模国風土機構も、海産を負傷としながら、源の頼朝が池禅にの命の要望を聞き入れ混流したという説を併記している。後年政権にが再興し、以降代々鎌倉久保家の信仰を集めた。新編相模国風土機構によると、 足利持氏の娘小大道安、足利重氏の娘小前義店、足利義明の娘、青竹になどが住職を務めた1556年、安房の里見義弘が鎌倉を攻めた際、太平寺らも攻撃を受け、青竹にと本尊の木造聖刊の恩母殺立像が奪われた。青竹には後に減属し、里見義弘の性質となった。この後、太平寺は廃寺となる。 青竹にが安房へ移ったことを、北条氏康が、不快なる奥和立てと批判的に書いた文書が残っていることから、青竹にについては奪われたのではなく、吉弘と恋中で、自ら出奔したとの説もある。本尊の観音像については後に、当刑事の養蚕にが、里見家との交渉の末、取り返しており、以降は、同時が所持している。跡地には、 江戸時代になり高松寺が建てられたが、こちらも関東大震災により全壊し、宮城県へ移転。以降は、宅地となっている。来号寺門前2921年、大正10年3月に、鎌倉朝青年会が建てた、太平寺石を示す石碑が現存している。本石碑では、里見義弘の鎌倉攻めを天文年間としている。太平寺の遺物として現存するものとしては、 本尊の木造聖漢の立像のほか、本尊を安置していた仏殿が残る。仏殿は、太平寺廃寺後に、遠学寺の塔中、生族院の斜利殿として移築され、後年国宝に指定された。詳細については、遠学寺柄を参照のこと。神奈川県私別編一人物、神奈川県県民部県史編集出編神奈川県、発行1983年、P731、 鎌倉の寺鎌倉春従者2001年 100P、新編相模国風土気候館の92、鎌倉群牧の24太平寺廃石の孔に、源の頼朝が池前にの恩に報いたいと希望するも、すでに前には死亡しており果たせないため、その命を呼び望みを聞いたところ、天寺を建てたいとの希望したため、太平寺を建てたとの記載がある。新編相模国風土記候館の十二 鎌倉群巻の24太平寺拝石の子、木造聖冠のオンディツ像。松、岡山統計寺、統計寺。2014年1月29日閲覧。青竹二の子三章。木造聖冠のオンディツ像。松、岡山統計寺、統計寺。2014年1月29日閲覧。鎌倉史跡肘天体平寺テとより、ありがとうございます。